ワン、ツー、スリー、チャチャ、ワン、ツー、スリー、チャチャ、ワン、ワン、ツー、スリー、チャチャ、ワン、ツー、スリー、チャチャ、ワン、チャチャチャの基本的なステップをベースにして、音楽の楽しみ方、そして踊り方まで解説していけたらいいなと思っております。皆様、こんにちは。エースダンススタジオの小野真也です。今日は、チャチャチャについて解説していきたいと思います。チャチャチャの基本的なステップをベースにして、音楽の楽しみ方、そして踊り方まで解説していけたらいいなと思っております。社交ダンスを始めたばかりの人、これからやってみたいなと思っている人はもちろん、中級者、経験者の方も基本に戻ることでとても参考になるかと思います。この動画を最後までご覧いただけたら、チャチャチャのステップと音楽の関係性を理解することができると思いますので、音楽を外すことなくスムースに踊れるようになると思います。それでは行ってみましょう。ではチャチャチャの音楽について簡単に説明します。まずは実際に音楽を聴いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、ツー、スリー、フォー。このようにチャチャチャは四拍子の音楽です。そして実際に踊るときは1小節を5歩のステップで踊っていきます。それではまず簡単なステップで踊ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン。いかがでしたでしょうか。1小節 1,2,3,4 を5歩で踊っていたのが見ていただけましたでしょうか。それでは次はゆっくりカウントを数えながら同じステップを踊ってみます。 1,2,3,4 1,2,3,4 and 1,2,3,44 and 1,2,3,4 and 1,2,3,4 and 1。このようにカウント4の部分を4 and と2歩で踊っています。なので1小節 1,2,3,4 が 1,2,3,4 andと、この5歩で構成されています。そして4のカウントは2つに割っているので、ステップする時間が短く、小さく軽やかにステップする必要があります。この4のカウントだけ他のカウントの部分とちょっと違った感覚になりますね。この4の部分をチャチャと数えて踊ることが多いです。では改めてこの4の部分、チャチャと言い換えて音楽に合わせてカウントしてみますね。ワン、ツー、スリー、チャチャ、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 ワン。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、チャチャ、ワン、
two, three, cha cha, one, 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 two, three, cha cha, one。どうでしょうか。チャチャチャのリズム、少し理解してきたでしょうか。ワン、ツー、スリーは大きい太鼓を叩くイメージ。そしてチャチャ、フォー、エン、こちらは小さい太鼓を叩くようなイメージです。種目の名前はチャチャチャなのですが、このフォー、エンド、ワンの部分を同じようにチャチャチャと言って叩かないように注意が必要です。例えば、ワン、ツー、スリー、チャチャチャ、ツー、スリー、チャチャチャ、ツー、スリー、チャチャチャではなく、正しくはワン、ツー、スリー、チャチャ、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 ワン。このような感じです。カウント1はステップの終わりでもあるのですが、同時にスタートでもあるので、この1の部分をチャチャチャと終えてしまうとステップが途切れてしまうことになりかねないので注意が必要です。それでは先ほどのこのステップを簡単に説明いたします。まず3歩強く踏んで、ウォーク、ウォーク、ウォーク。その後に2歩小刻みにチャチャと踏みます。このチャチャワンの部分をシャッセと呼びます。社交ダンスをやる上でこのシャッセという言葉はよく出てくるので、覚えなくても大丈夫ですが、少し頭に留めておくといいですよ。ウォーク、ウォーク、ウォーク、シャッセ、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 ウォーク、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 シャッセ、ウォーク、ウォーク、ウォーク、シャッセ、ウォーク、ウォーク、ウォーク、シャッセ。これの繰り返しです。では、この基本的なステップを使って、それを応用していろいろなステップを踊ってチャチャチャを楽しんでいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ウォーク、ウォーク、ウォーク、チャチャ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 、ウォーク。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。チャチャワン、ツー、スリー、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 チャチャワン。Sabroso, señoras y señores, este es un baile que se llama cha cha cha. ¿Cómo es? いかがでしたでしょうか。先ほどの基本のステップからいろんな方向に向きが変わったり回ったり変化があったかと思いますが、基本的なウォーク、ウォーク、
walk, cha cha, walk, 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 cha cha。 このリズムはずっと一緒だったと思います。このようにステップは構成されています。いよいよ2人で踊ってみます。2人で踊ってみるとこんな感じになります。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、チャチャ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 。ワン、ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、チャチャ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 。ワン、こちらのステップは一人でもしっかり練習することができますが、リーダーはリードをすることに関してはなかなか一人では感覚がつかみにくいと思います。実際にそれをする前にこのステップをしっかり覚えておいてください。そうすれば一緒に踊る人ができた時にも相手の向きを変えたり手を取って回したり、そういうリードするということに余裕ができて踊りやすくなると思います。はい、では皆様いかがでしたでしょうか。今回はチャチャチャの基本的なリズム、そして基本的なステップご紹介しました。参考にしていただけたら嬉しいです。そして今回のことを踏まえて他のステップにいろいろチャレンジしていただくと、もっともっとチャチャチャを楽しんでいただけるかと思います。今回のこの動画が参考になったっていう方はいいねボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして何かご質問ある方はコメント欄にお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル